はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。今日はですね、アバロン渇望の果ての理想郷爆絶が来ておりますので、こちらに挑戦していきたいと思います。先日ですね、シロさんに、ご協力いただいてアバロンをねクリアできたんですけれども、こちらをねもうソロでソロクリア、いやこれは頑張りたい。はい、では行ってみたいと思います。さっきね10時までだと思って超打ちひしがれてたんですよ、20分ぐらいで。サナパッチョちゃんにお疲れ様みたいな、生放送お疲れ様みたいな連絡をしたら、おい見てくれたんだありがとうとか言って、いっちょ行ってくるわーっつって連絡もらって、あれみたいな、まだ行けるのかなって思ったら22時半までなんですね今日は。そっか、みんな生放送やってたから、その分長くしてくれたんだ。ということで気を取り直して行ってみたいと思います。ちょっとリフレッシュになったか、さっきまでめっちゃ打ちひしがれてたんですけどね。いや本当にリリスをね育てようと思ったんですけど、今日本当間違えてパールバティさんに重心玉を使ってしまって、重心玉なくて、重心玉があったらもう超引き換えでやろうと思ったんですけど、育てようと思ったんですけど、リリス本当にやっぱり最後のあいつが鬼門すぎて、最後っていうか途中もそうなんですけど、途中のボスっていうか、あの子回復してくるとこが本当に鬼門で、まあそこが本当にダメなんですよね。きついでござる。よいしょ、いつもちゃんで右をやるから上を行きます。痛い、どうしようこれ、ここで倒しちゃうと結構きついんだよな。8ターンか、うおーちょい残した。OKOK、 いいんですいいんです、ここは、怖いんです、ここはゆっくり行こう。回復とか出ると超気が楽なんだけど、出ないな回復が。お、出るとき出るんだけどな。オッケーオッケー、お出たハート、おー、キノ出た、ラッキー。どうしたかな、お、次両方倒したら超ラッキー。よし、いった、オッケーオッケーです。あとはうまいことここ抜けられれば、ここが本当に超大嫌い、ここ嫌い。次誰だ、こっち行こう。山竹の位置が微妙ですね。よー、倒せなかった。やってもうた。うふ。うわ、どうしようかな。ここは SS 使っちゃうのも
ありですからね。無理か、ダメか、ダメかい。あー、いけっかな。入ったらラッキー。痛い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 、よし、オッケー。これは直接狙っていった方が良さそう。うわー、痛い。よかった、オッケー。ここ抜ければあとはなんとか、多分ボスまでいけると思います。多分、きっと多分オッケー。では逃げます。危ない。ちょっとちょっと、もう一回 OK。 おお、なんかこすったね。うん、 OKOK。 下が危ないので逃げます。倒せちゃうな。オッケーです。オッケー。次は出雲ちゃんかな。出雲ちゃんかな。おお、やる。もうちょっとハマれたらいいなと思ったんですけどね。上にあいつが来たら、まあでも倒したわ。下か、うん、まあ OK、 下です。 OK です。分身ちゃんがは結構食らわせられたな。よし、こう。痛い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 。これで下入った。オッケー、浮いちゃった浮いちゃった。頑張ります。本当にこれ正真正銘最後だ。今20時30分。あー、そこか。どうしよう。こっちは狙えるけど、右は狙えるけど、左は入れないと思うんだ。左は入れないけど、どうしよう。こっち狙っとこう。はい、ちゃんも入れないと思うんだ。ここ入れるかな。いた。よー、ちょっと余った。これオッケーオッケー。これは抜けたっしょ多分。オッケー。あとは山竹に当たる。山ちゃんに当たる。
次は上スタートが良かったはず。とか言って下来てるけどみんな。うわめっちゃ暗い。オッケー、これで行きましたね多分。ちょっと少しでもイズミちゃんを上に上げてきたか。アバロンシステムの異常。よし、いた。上だけでも倒せたら超ラッキー。おお、なんかハマった。こんなとこマッチすんだ、謎。取っちゃおうか、取っちゃおうか。うわー、変なとこ行っちゃった。やっちまった。この上の、オーケー。うわー緊張する。もう使っちゃおうかな、こいつ。もう使っちゃう、どうしよう。でもやばくなってからのほうが一体ズムちゃんは。
ってこう。てめえ様に追い出するなら一応出せたもん。いやちょっと怖いね。ハートソーを取りに行きます。頼む。あまねく大地に神の神秘を。やりすぎたか。いったぞこれ。動画が上がっちゃいますけどね。はい、落ちないですけどね。スピクリできなかった。初クリアしました。よかった上がった。へー、カメクエ。はー、本当によかったね最後。ちょっとスピクリできなかったのがねあれなんですけど、まあ次はねちょっと源内さんが神化できたらね、神化していきたいなと思いますが、いや、本当に良かったよ。もうちょっとね、泣けますね。あの、シロさんの動画上げたときに、なんかそのシロさん、まあ、一人で行けよみたいな、なんかもう、シロは足引っ張んだよみたいなご意見もすごい多くて、もう本当にその通りだなと思ったんですけど、すごいシロワさんとやってもう勉強になったし、なんか本当にシロワ先生のおかげで今回クリアできたのかなと思います。本当にシロワ先生ありがとうございます。はい、そんな感じでアバロンね、無事爆絶クリアできました。次こそはあれですね、あのスピックリを目指して頑張りたいと思います。いやー、本当に良かったです。はあ、よかった。よかった。はい。すごい噛み締めてますが。というわけで、今日も最後まで、ほとんど喋ってなかったんですけどね。最後までご視聴ありがとうございました。ツイッターやってます。あっとしろくよチャンネルでやってます。ぜひツイッターをフォローお願いします。YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただけますと、動画の更新通知が届きますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。いやー、ちょっと山竹さんで来たかったんですけど、山竹がもうフレンドがいなくなっちゃってね、ちょっと天草で行っちゃったのでね、次は、まあ、リリスとか入れてね、まあ、3人は無課金でもね、行けるようなパーティーできたいなと。待ってます。はい、あと LINE 公式もあります。こちらだからね、これ最近判定しちゃうんですよね。なので LINE 公式の方もぜひ登録いただけると、生放送とかやるのでね、あのモンストマルチとかもやったりするので、ぜひぜひご協力いただける方はね、手伝ってくれると嬉しいなと思います。はい、というわけで、もう本当に何にも喋ってなくて、もう超雑魚プレイで恐縮ですけれども、クリアできたので、もしね、まあ、参考にはなんないと思うんですけど、結構ねアフロワさんでもクリアできないって方いらっしゃったので、あの皆さんに勇気を与えられるような動画になれば嬉しいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。あ、じゃんけん忘れた。いきます、せーの、収録のじゃんけん最初にゃ、じゃんけんぽいグーです。なのでパーの人、明日行くことあるかもよ。というか、いい週末が迎えられそうです。お疲れ様でした。終わったね、バイバイ。